参政党ファンの皆様、ご機嫌はいかがでしょうか？ナオリュンです。令和五年四月二十三日に池田市議会議員選挙が実施されました。参政党からは森本昌二さんが立候補され、定数二十二、候補者三十のところ二十五番目で落選されました。それでは開票結果を見てみましょう。はい、池田市ですね。 下まで見てみますね。はい。一、は、応、い、ですね。はい、森本昭治さん。832票で落選されました。森本昭治さん、お疲れ様でした。では、またね。バイバイ。 ごご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録いいねボタンコメント入力をよろしくお願いいたします。